さんおはようございます。豊川澄です。今日は九州鉄道記念館に来ています。久しぶりに3年ぶりにお客さんを呼んでイベントができるということで、今日はとっても楽しみにやってきました。しかもなんとみんな大好きな EF81303 銀河マ、そして新しい EF510 新旧銀河マが並んでしまうということで、もう朝から大行列です。皆さん記念館に並んで今入場しているところです。私は2回トークショーがあったりツアーがあったりと盛りだくさんなので楽しんでいきたいと思います。ではまたいろいろ中をご紹介したいと思います。行ってきます。30分、もう多分お客さんは並んでいると思いますが、その前にちょっと撮影をしていきます。マークの幕、たまんないね。すごい。あ、見て見て。肥前山口。この間ラスト肥前山口駅に行きました。広告駅に変わっちゃったんで、貴重ですね。
ね、お家ね、欲しい。お尻がね、吸い付いちゃうから、いつで。お、あ、調整できるなって。九州のヘッドマークってこうちょっと丸いよね。見て見て、下にジオラマコーナーがあるんです。床がガラスになってて上から見えることができるんですね。